マスぐらい。で、内側が。はい、か。内側、なんか最初のさ、馬見せるやつみたいなやりたくない？あ、確かにそうですね。だけど馬小屋からこのコースに入るところのなんか入り口みたいなのも作りたいし、うんうん、で内側なんか何番何々みたいな、騎士は何々みたいな感じのやつをさ最初やりたいから、この内側にもなんかちょっとコースみたいな、今日はちょっと難しい。じゃあ観客席を中に作りますか？観客席を中、中、新しい、新しいね、おもろいね。あ、入り口あった。ここあるじゃん。え、これさ、いいじゃん、観客席内側に作ってさ、うん、その内側になんかファドックできるところを作ったらいいんじゃん。さらに。おお、いいんじゃない。ステージいいですね。勝ったら踊るんですね。踊ろう。馬ピョイか。いいじゃん。うん、勝利なんかコンサートみたいな。ああ。え。おもろいな。そうするか。なんか階段みたいにしてやったら、そうそう。観客席と真ん中に、まあ四角でもいいか。それは長方形みたいなステージ立てて、中を作っちゃう。あ、でも中はぶつかったらどうしよう。うん。外側なんだろう、3マスぐらい。を馬が走るところにして、ジャンプしたらぶつかるかもです。そうですね、うん、どうしようかな。なになに、あー、これ上か。リード低そう、いいですね。うわ、なんか、うわ、なんか、うわ、見て、けえな顔。うわ、なんか、けえな顔見て、これ。怖い。え、どうしました？怖い。あー、まずいな。完全になんか召喚しようとしてるんだ。やってるやってるな、あれ。なんか出る？やってるやついる。なんかアミュージュメント欲しいかなって思って。アミュージュメントがあるね。あ、いいかもしれないね。お化け屋敷？むゆち見た？これ。何も。むゆち、降りといてよ。はいはい。どうしました？うわ、なんだろう、気になる。え、こういうの、え、これ何？生首っすか？あ、そう、あの、見たい見たい見たい。え、そういうの習うってこと？いや、うわ、怖っ。初見っすね、これは。アミューズメントかなーって。ムユッチ。え、誰の首？え、一緒にしないでください。やっぱ楽しさ。なんかコロセウムの負けた人の首みたいな。いや、だから負けた、負けた騎士はあれにされていくんだ。あ、あれで飾られるってこと。あ、飾られる。あ、なるほどね。え、おもろいな。ちょっとね、目引くやつ置くのいいね。おもろいか。社長が何やるの？社長がいいな。え、もうちょっと作ろう？ああいう。まだ、まだ40個ぐらいありますよ、頭。待って待って待って、おかしいだろ。それはそれでどうなの？やばすぎるんじゃが。ね、一個だけさ、あの後ろにさ、レッドストーン置いてさ、パクパクさせよう。パクパクさせますか。間違い探しみたいな。生きてるのはドイツみたいな。可愛いかも。まあ全部動かしてもいいけどね、あれ。じゃあ全部動かしといて、レッドストーン。全部動いた。怖い怖い怖い。パクパク言うて。圧巻じゃない？